オウム真理教、池田大作サリン襲撃未遂事件事件現場となった東京牧口記念会館前池田大作サリン襲撃未遂事件は1993年11月と12月18日にオウム真理教信者によって総価学会名誉会長である池田大作が暗殺未遂された事件のこと地下鉄サリン事件後に オウムへ集中捜査が入り、教団幹部らが逮捕され、裁判では立件はされていないが、松本サリン事件に至る前日談として言及され、朝原昌光、村井秀夫が首謀して、遠藤誠一、新見智光、中川智正、滝沢和義らと犯行を行ったことが認定された。オウム真理教の教祖である、朝原昌光は、同じ新宗教である、 創価学会を敵視していた。朝原によれば、創価学会は下道であり、また、サンデー毎日から始まったオウムバッシングは、政教新聞を印刷している毎日、新聞社グループと創価学会が結託して行っているなどと主張。池田大作は日本を侵略する、フリーメイソンの手先であり、仏法を曲げている。 マムシの一族、多くの人を騙して、来世悪種に転生させてしまうのでこれを防がなければ、ならない。オウムの信徒数を、総科学会並みに増やしたいが、それに至らないのは、池田大作が、小沢一郎を使って、国家権力を動かし妨害しているからだ、とはしなければならない。と敵対心をあらわにしていった。1993年8月、土屋正美が、 サリン合成に成功。朝原は、サリンの最初のターゲットとして、池田をサリンで暗殺することを起とし、サリンを撒いてみろと指示。最高幹部の村井秀夫らが行動に移した。当初ラジコンヘリによる航空散布が検討されたが、ラジコンヘリが操縦ミスで大破したため、車両による攻撃に変更した。1993年12月18日。 東京都八王子市の創価大学では演奏会が開かれる予定になっており、池田大作が出席する情報が、事前に漏れ、約3キログラムのサリン攻撃を受ける。1回目は1993年11月、村井秀夫、新見智光、中川智正、滝沢和義らは、クシティガルバムネで生成したサリン約600グラムの、入った、農薬粉向き。 霧どんどんを乗用車に乗せて、八王子市の学会施設、東京巻口記念会館に行き1回目の攻撃を行うが、霧にならないで路上に落ちる、サリンが車内にも入る、ボツリヌスキン散布用の霧どんどんも故障するなどして、失敗。実行役らはガスマスクをしておらず若干サリン中毒の症状が出た。 二回目は1993年12月18日で、東京都八王子市の総価大学では、演奏会が開かれる予定になっており、池田も出席することになっていた。オウム心理教は、事前に池田が演奏会に出席するという情報を入手していた。当日未明、東京牧口記念会館に、オウム真理教のサリン噴霧トラックが向かったが、 ガスバーナー式加熱機化噴霧器による火災が発生し、海艦の警備を担当している、総価学会の画帳会の会員に怪しまれ、ワゴン車で追跡してきたため、直ちに逃走。U ターンしながら、なんとか3キログラムのサリン溶液を噴霧した。その際、実行犯の新見智光は、サリン噴霧トラックを交代させるため防毒マスクを、 外したせいでサリンを大量に吸引し、渋滞に陥った。新エに対し、遠藤誠一や村井秀夫が人工呼吸を行い、直ちにオウム心理教附属委員に搬送され、林クオラの治療の結果一命を取り留めた。遠藤は新エが死にかけたことに関して、このように、ステージの高い人でも、やはりサリンの猛毒には勝てず、このような、 無念な死に方をするのだと悲しく思ったことは、今でも決して忘れることができないと語っている。だが、ニーミは、周りが大騒ぎしているのに反して、サリンを吸っていい気持ちだったという。治療の際、林育夫が、中川智政に原因を尋ねると、中川は、サリーちゃんでポアしようとしたと答えた。林育夫は、サリーちゃんが、 サリンを刺すこと、そしてオウムがそれを保有していたことをこの時初めて知った。池田本人には被害はなかったものの当日警備していた画像会員数名が一時的な視力減退や倦怠感などサリン中毒特有の症状を訴えたというが、後遺症は確認されなかったため、総価学会では警察への通報を行わなかった。 数名の画像会員が被害を負ってはいたが、学会側はこの事件を表沙汰にすることはなく、犯行の事実は1995年に、林育夫の自供で明らかにされるまで、およそ1年犯行にされることはなかった。しかし、名誉会長である、池田大作の行動予定の漏洩流出という事態を重く見た学会は、 事件以降、池田の行動予定の情報管理を厳しくするとともに、総科学会本部職員の中からボディガードを選抜した第一警備を発足させて、池田の身辺警護に当たらせるとともに、学会員による近所会、画像会、総科班などに各会館の警備を強化させている。ありがとうございます。